shotgun. Xeno rifle. Plasma shotgun. Xeno rifle. された今、ゼノスはもうレッドマーキュリーを生産できない。アシュランドのフォースフィールド拠点。
フォースフィールドはゼノスの宇宙船が持つ特有の認証コードを使って突破できることが分かった。残念なことにプリピア市からいくつかのレッドマーキュリーのコンテナが運び出されていたらしい。コードより先にコンテナを始末する。残念、バカンスならよかったのにな。早速始める。最初のレッドマーキュリーのコンテナはそこから近いわ。一つ問題が、爆薬の投下地点が大幅にずれた。回収する必要がある。マップを見たまえ。Perfect.
Nice.
critical. Rival.
マリア発生機に守られてる。まずは発生機を壊しなさい。された今、ゼノスはもうレッドマーキュリーを生産で。
ジェクトトライスター、バローに設置された航空探知レーダーシステムで、コードネームはノーザンライト。随分前に放棄されたが、遠隔点検を行った結果、幸いシステムに異常はなかった。スイッチさえ入れられればレーダーを起動できるはずだ。まずはゼノスの巣へ向かって奴らに先制攻撃を仕掛ける。
ノーザンライトの起動装置がある位置を特定したぞ。聞いた通りよ、少佐。行きなさい。I have a shotgun. Xeno rifle.
1レーダーノーザンライトは2つ目のレーダーレッドスターを探知した。プリピャチの発電所近くにあるレッドスターにたどり着くにはプリピャチ立ち入り禁止区域の中心、つまり敵陣の懐へ潜入することになる。まずは潜入地点周辺の敵を一掃して UNX 活動拠点を確保する。安全なヘリの中からですまないが頑張れよ少佐。プリピャチへようこそ少佐。1986年、襲撃してきたゼロスに太刀打ちできなかった UNX はやむなくエリアを封鎖し、一般的には立ち入り禁止区域に指定した。以来ここはゼノスの占拠下。でもなぜ UNX の基地は簡単に落ちたの？それはいい質問だが後にしたまえ。マップが敵の反応を広範囲に拾っているようだ。
Plasma shotgun. Flamethrower. Xeno rifle. どうなるかと思ったけど、一度は失われたプリパチ内に UNX の活動拠点を確保することができた。次の任務での優先事項は、Thank you.
shotgun. Xeno rifle. Shotgun. Thank you.
はいかない。埋容器を全て破壊しなければ。
Thank you.
送は次の日。シグマオクタンテスに記録として残しておくことにした。そなたもノルコフと私は有名のクソを恨みった。そりゃ予感がないわけではないが、ああ、クスとなった今、永遠に気にするわけにもいくまい。以上だ。信じられない、アークと UNX を裏切ってきた。本当だとすればとんでもないことだ。今は任務に集中してしまった。シグマオクタンティスが近い。敵に気をつけながら起動しなさい。Rifle.
Thank you.
り出すしかあるまい。手術というより解体ショーね。ご苦労さま。よし、あとはゼロスの大軍の始末と小樽がある基地の閉ざされた扉を開けるだけだ。マローにやられた哨戒隊の隊長が基地の鍵を持っていたけど、彼はまだ見つかっていない。彼の応答器の反応を探そう。反応は弱すぎて大体のエリアに絞ることしかできない。
前。認証ができない。使用中。待て、ポータルが開く。気をつけて、敵が出てくるわ。コントロールを奪ってポータルの流れを変えたまえ。周りの補助装置を起動するんだ。エンジンが通る前に乗ってくれ。本当によくやったぞ少佐。制圧したポータルは流れを変えてゼノスのバトルシップ内へと続いている。Okay.
使って突破できることが分かった。残念なことにプリピャシからいくつかのレッドマーキュリーのコンテナが運び出されていたらしい。コードより先にコンテナを始末する。Shotgun.
XP multiplier up. Xeno rival. Thank you.
Thank you.
ブラジルにあるイタイピオ祭の上空でゼノスの宇宙船が目撃された。アシュランドのフォースフィールド突破に必要な認証コードを奪うチャンスよ。博士に作戦がある。作戦なんだって？うまくやれよ。要塞には
には古い艦砲があるが、それに積む砲弾が必要だ。まずは武器庫を探したまえ。宇宙船を落とす作戦ってもしかして？その通り、上空を飛び交うゼノスの宇宙船を落とそうというんだ。この要塞が誇る艦砲ほどの威力がなければ落とせまいよ。本気なの？それが作戦？仕方がない。少佐、砲弾を探しなさい。
here. よく見つけた。これで一発分は足りるかもしれない。集めた火薬を一つの袋にまとめるんだ。よし、積みなさい。さて、ショータイムだ。発射台の上で発射スイッチを押したまえ。
you